今回の動画ではガスケが錦織キラーと呼ばれる理由について話していきます。ガスケはテニスクラブを経営する父、テニスコーチである母との間に生まれました。4歳の時にテニスを始め、幼少期から天才と呼ばれるほど才能を見せつけていました。9歳の時には将来のチャンピオンとフランスのテニスマガジン誌に掲載され、表紙を飾るほどでした。2002年に全仏オープン、全米オープンのジュニアで優勝し、ラファエル・ナダルよりも才能があると称されていたほど、将来が期待されていた選手でした。16歳でプロに転向し、その後グランドスラムではベスト4を2回、マスターズでは決勝に3度進出しています。今でもなお天才と言われ、対戦相手からも一目置かれているのはガスケの片手バックハンドです。特にバックハンドのダウンザラインはツアー屈指の威力です。羽ばたくような躍動感のある独特のフォームから多彩なショットを繰り出します。バックハンドにはスライスにもキレがあり、アングルショットも器用に狙えます。なのでバックハンドの打ち合いになった場合でもリズムを自在にコントロールし、ダウンザラインのウィナーパターンに持ち込めます。サービスやフォアは相手の脅威にはならずとも、簡単に隙を見せない強さがあります。まとめると、ガスケは全体的にバランスが良く、特にバックハンドが武器の選手ということです。ではなぜ錦織に対して強いのでしょうか。考えられるのは、錦織がガスケのバックハンドの多彩さを引き出してくれる相手だからということです。錦織はストローク戦で優位に立って試合を制していくスタイルです。特にバックハンドはほとんどスライスを使わず、クロスを中心とした攻撃的な組み立てが特徴です。悪く言うと緩急があまり単調なバックの組み立てです。これがガスケにとっては都合のいい相手となってしまいます。さっき言ったように、ガスケのバックハンドは多彩で、強烈なトップスピンのショートクロスもフラットショットも打ち分けられます。また打つ直前までコースが読みづらいフォームなので、相手が逆を突かれるケースも多々あります。なのでバックの打ち合いの中ではラリー展開を組み立てられるのはガスケということになります。ガスケのバックの返球が甘えることは少なく、錦織が無理をしてダウンザラインを仕掛けるか、フォアに回り込む場面が増えます。こうした悪循環に陥ると、形勢はガスケに傾いてしまいます。そして勢いに乗るとバックのダウンザラインを自信を持って打ち込んでくるので、より劣勢となってしまうわけです。攻撃的ストロークとドロップを含む多彩な戦術の錦織、得意のバックハンドを起点とするガスケ、両者ともにストロークに重きを置いたオールラウンダーなので、今後のラリー展開に注目してみてください。このチャンネルではテニス選手の生い立ち、プレースタイルなどを取り扱っております。これを見ているあなたがテニス好きでしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。